どうもこんにちは、タピオラニです。1曲目はオーメンズオブラブ聴いていただきました。きっと皆さんスーパーの初級売り場で聴いたことがあるでしょう。妙に耳鳴りになったことだったかと思います。それでは続けても、スーパーでわざわざ今朝買ってきてくれた演出は細かいでございます。じゃあ次の曲もやっぱりこれもそういうところでよくかかっている、吹奏楽でもやるので有名な曲だと思います。スクエアのナンバーで宝島。Thank you.
ではね、まあ、遠いので特にこの北辺りではあのいろいろ応援してきてありがたいことでございます。というわけで宝島を聞いていただきました、先ほどもありましたがね、あのこのやらべつはそう皆さんのご協力のもとに成り立って、そう市民の皆さんのご協力でもちろん奏者も含めた上でですけどあのやっております。ぜひあのジャンプチャキーサオレンジのジャンパーしたスタッシュとかがあの、はい、募金箱を持って回っておりますので、ぜひそちらの方に募金のご協力をよろしくお願いいたします。募金すると缶バッジもらえますよ。ぜひぜひよろしくお願いします。どうですか、リンゴかじったら歯茎から血が出ませんか？大丈夫、大丈夫だった疲れました。疲れましたか。ちょっとね、はい、どんどん行きましょう、うん、今日は彼はあの実は今回初参加のメンバーだったりします。はい、どんどん行きましょう。どんどん行きましょうか、うん、じゃあ次の曲はちょっとハードな曲を行ってみたいと思います。やはりこれも T スクエアのナンバーからナイツソング。Thank you.
とチューニングの時間でもナイツソングを聴いていただきました。ちょっとハードめの曲でしたけれどさあリンゴはどうですか、酸っぱくないですか。まだ朝ごはん食べてない。朝ごはん、じゃあ終わったら食べてくださいね。じゃあそれでは最後の曲へ OK。 はい、それでは最後の曲、またいつもとりあえずこの曲でお別れしたいと思います。これはもう F1 のグランプリのね、一つ知られている曲ですけど、最後の曲はこれです、トゥルース。よろしくお願いします。
ました。カフェオラインでした。ありがとうよ。